去年11月、青森市で開かれたのは県内のサッカー指導者が集まるトークショー。そこにやってきたのはブラジルが生んだスーパースター、ジーコさん。 J リーグ開幕当初から鹿島アントラーズに所属。アントラーズを日本を代表するクラブに成長させ、 J リーグの発展に大きく貢献しました。というわけで、今回はサッカーの神様ジーコさんに独占インタビュー。ジーコさん、ようこそ青森へお越しいただきました。ありがとう、はい、あと鈴木副社長が八戸市出身ということで、はい、よろしくお願いします。みんなあんまり知らないんですけど八戸市出身の鈴木秀樹さん、サッカー選手として住友金属蹴球団でプレー。引退後はアントラーズの創設期からクラブの経営に携わり、現在は取締役副社長を務めています。そしてバンラーレ八戸、熊谷浩二ゼネラルマネージャー。十和田市出身で、選手時代にはアントラーズの黄金期に貢献。 J リーグ史上初の三冠も達成しました。鈴木副社長とジーコさんの関係っていつ頃からどんな関係だったんでしょうか。どうだろう、もう最初からなんで三十数年になるかな。91年、はい、もう共に鹿島をこう作り上げてきたみたいな感じでしょうか。一生懸命教わってきました。todo um grupo, toda uma equipe, principalmente a Sumitomo, né, que acreditou no nosso trabalho e nos ofereceu todas as condições para que a gente realizasse o que foi feito, né? Jiko さんから見て、鈴木副社長どんな存在ですか？É uma ótima pessoa e um cara com muita influência e muita participação no clube desde o início, sempre procurando melhorar cada vez mais, trabalhando muito no sentido de trazer coisas boas para o Kashima e eu procuro ajudar da melhor maneira possível nesse sentido, porque sei do amor e da paixão que ele tem pelo clube e lógico que isso tem uma influência muito grande para quem trabalha ali, né? A sorte nossa é que ele foi um grande dirigente, totalmente diferente do que ele foi como jogador, que ele era muito ruim, só corria. ブランドの中のプレイヤーとしての経営者としてっていうことですね。ちょっと鈴木さん、今の言葉どうですか？ちょっとまだ終わってないんです。終わってない。まだある。まだ終わってます。はい。それはなぜかというとですね、常に右のサイドの方に流れてはいくんだけれど、ボールをうまく処理できないと。うまくプレイヤーとしては成長はできなかったけれど、その辺は賢いですよね。もうクラブの経営に携わる方に舵を切りましたからね。そっちの経営がもう本当にうまくいってますから。はい、それ褒めてんの？ロジアン？知らんのさ。ロジアンドエルコムジョガドア？なな？選手としては褒めてないよ。選手としては褒めてないよ。ロジアンドエルコムディリジェンス、うん。私はクラブの経営者として、ま、はい。もうノッタですというと最高点ですよ。満点ですよ。満点クラブ経営者として。コムジョガドア、うん。だけど経営者としては満点だけど選手としては1点。だけどその1点もだよ。その1点もだよ。友達だから言ってんだすいません、なんか先ほど収録の前に聞いたんですけど、鈴木副社長、青森県のこのローカルの電波に今日乗るのが初めてなんじゃないかという、その回で今みたいなお話で副社長いいですか？ブリガードカシマアントラーズの強さの秘密は、uma das coisas importantes para estar no futebol, principalmente para um dirigente, é saber fazer relacionamento, seja com torcedor, seja com patrocinador, seja com federação, seja com associações. Então isso ele é perfeito, porque sabe se relacionar bem
sabe fazer as coisas boas para os dois lados, não só para o lado dele. E é uma pessoa confiável, então isso é que dá força a ele para continuar nesse trabalho. E Kashima, todos nós temos nosso início, meio e fim. Um dia vai ter fim e tem que ter uma outra pessoa igual a ele, se quiser continuar num ciclo de conquistas e vitórias, né? O Suzuki-san's評価、結局最終的にものすごく高いのはすごく伝わってきました。続いてはジーコさんに鹿島アントラーズ OB バンナーレ八戸ゼネラルマネージャー熊谷浩二さんについて聞きました。熊谷é uma pessoa muito tranquila, muito, muito profissional, um dos grandes profissionais que a gente teve, e isso nos deixava bastante confiante, seguro dentro do campo, depois fora.Foi treinador da base e participou de comissão técnica e sempre uma pessoa muito confiável e lógico, um grande jogador que tive a oportunidade de dirigir, mas fora do campo é melhor ainda. かなりいい評価でしたね。熊井さん、どうですか今の聞いて。あの、フォームなんで。ジーコさんにこの青森県のサッカーを盛り上げるために少しなんかいろいろちょっとお願いとかなんかあったりとか、そのきっかけをなんか作ってもらえたらなと思うんですけども、何かありますか今考えていることは。青森県とアントラーズの関係でいうと、最初はやっぱりテクラ森、誠博士、ね、で熊がいて柴崎、はい、まあ、いずれもその当時の一番優れた人たちがうちに来てくれて、アントラーズ支えてくれたと。そもそもさっき言った住友のチームっていうのは、あの J リーグってプロリーグがスタートしたんだけど、どこもアマチュアですよ。でもその時にジーコだけがプロを、世界のプロを知ってたわけで、そこの魂がアントラーズ入ってきたんで、多分一番最初にアントラーズってのはプロ、本当のプロとしてスタートできた、基盤ができたんじゃないかなって思って、そこが、まあ、今の歴史の中でのタイトルであったり、彼らに手伝ってもらったりっていうことで成長してきたんだと思うので、まあ青森云々というよりは事故ってやっぱり世界の財産ですから、そういう意味ではこういうローカルの人たちを僕も含めて使ってもらって、いかに事故をここに連れてくるか、それはうまく使ってもらえればと思います。熊谷さん、またジーコさんに来てもらえるという認識で今の話良かったんですかね。まあ、もう間違いないと思います。ジーコさんいいですか。あ、じゃあ J2 の昇格お祝いできたらいいJ2 に昇格したらまた来てくれる。そうですね。ボタンレスポンサビリダディネイルでテクスビコンチームね。サッカーを盛り上げたいんであれば、自分自身責任を持って仕事しなくてはいけないと思うんですなので、そう、うん、なのでやはり今いるクラブを上に上げることが、はい、重要だというふうに思いますし、はい、なので上げた時には戻ってきますよ。じゃあこれまたジートさん来るか、熊谷さんかかってますから。こうなるから嫌だった。番組を締めくくるのはキッズチャレンジ。今回はドリブルタイムトライアル。八戸市の神永 FC から3年生が挑戦します。現在3年生のトップは FC 青森福田佐藤明太さんの18秒00。記録更新なるか。最初の挑戦者は川森田修真くん、ヘディングが得意なミッドフィルダーです。頑張るぞ。よーい、スタート。慎重なスタートです。さあスピードに乗って、おっと外へ流れたか。さあ折り返しはどうだ。しっかりとリカバリーしてラストスパート。おっと頑張れ。
ただいまの記録は26秒23でした。惜しい場面もありましたが、ナイスチャレンジ。続いての挑戦者は酒井篤斗くん。ドリブルが得意なフォワードです。頑張るぞ。よーい、スタート。安定したドリブルです。スピードに乗って、ちょっと動きが大きくなってきたか。後半はどうだ。チームの応援を力に変えてラストスパート。さあ、気になるタイムは。ただいまのタイムは24秒33でした。トップ3に入ることはできませんでしたが、2人ともナイスドリブルでした。キックオフ。ヴァンナーレ八戸 FC U15 体験会が13日と20日に開催されます。対象は小学6年生。詳しくはヴァンナーレ八戸のホームページをご覧ください。Obrigado.